よろしくお願いします。ヘイラッシャイ寿司クイエです。今回はですね、将棋クラブ24で、初段を目指して、頑張っていこうと思っております。今回はね、特に、将棋クラブ24の、第27期、名人戦の、予選リーグの戦いとなっております。まあ、ここで勝ち残って、決勝リーグに進んでいければと思っております。さて、昇段オリジナルの形になりました。おお。まあ歩交換してきたらおとなしく追い返しといて5筋ついてみたいな。おお。で、ついて。で、ついて。で、取って。で、角道開けるより先に5筋ついとくか。で、角道開けて、で、銀上がって、銀上がって、うん、これはよく見る形になりましたが、さてどうするか。横歩取ってくる手に対しては。よく取ってきたら角上がりかな。角上がりで間に合っとるよね。うん。で、これは金上がっときますか。で、歩ついて。いや、こう1週間ぶりの名人戦、まあ大事な対局っていうのはこうなかなか緊張しますよね。将棋ウォーズでこうがっつりできるっていうわけじゃないから、将棋ウォーズみたいにこうなんかどちらかというと気軽にできるっていうわけじゃないから、ちょっとね、緊張しますよね。これは右玉の形かとなると、じっくり囲っていって作戦勝ちに狙いますか。雁木の形にして、んで、金上がって、んで、左辺、まあここは桂跳ねておいて、で、ほう、なるほど。で、これは、次に桂馬跳ねられると、桂馬交換の筋になるから、交換させずに、歩交換だけしておきたいってことを考えたら、歩ついて、いかがってなるよね。角で取られる筋もなくなっちゃったから、これは歩つきたいな。で、同銀。で、これ何もせんかったらここに歩打つから、まあ、差が、歩打ってくるとは思うんやけどね。で、下がって、で、今度は角引いて、ここの歩を交換しに行きたい。まあ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 、それは想定内。
でそうね、まあしっかり、88地点まで玉囲っていきたいけど、まあそのためにはまずは、3号で歩交換をして、角を引いて、角どこに引くかな、46かな、57かな、46かな、なんか46っぽいよね。なんか、28でも、あ、26でも全然いいのか。26地点でも良さそうやけど、これは、仮に歩とか、まあまあ大丈夫か。次歩と垂れ歩が来ても、あ、違うわ、相手の一歩がここやから、次岐阜でも大丈夫やね。で角出て、さてこの角をどこに引くかなんだよな。まあ角交換はできるだけしたくないかな。あ、やっぱり46かな。歩打たれたら46引いて、で、歩突かれたら桂桂銀で歩得できるんか。で桂馬どこに打つんですかっていう話があって、相手は桂馬どこに打つんですか問題があるから、で桂交換になって、次ここにまた歩打つ手があるから、相手は忙しいよね。で歩打たれたらまた下がればいいし、46地点でも良さそう。難しいね。うわ。それどうすんそれ。左の銀が取ってくるんやったら角が出ちゃうけど。え、で、ってことは右の銀が出てくるってこと？え、その瞬間になんか玉頭の歩とか攻めたくなるけど大丈夫なのかな？ここ突いたら？取って取られたらいきなりここに歩打つ？で、桂交換して、いやー、わからん。これなんか問題ある？銀ここに、あ、そういうこと、なるほどね。ということで、どうしようかな。どこに引くのがいいんだ。ここは歩突かれてもう一回角出れる。ここに歩打たれたら痛いんか。角だけ逃げて歩打たれたら銀が死んどるから、まあここなんかな。
で、ここに歩打たれたら桂飛んで歩、いや銀か、まあここでいいんじゃないかな。で歩に対して、うん、ここでいいんじゃないかな。4六に対して歩ついてきたら一回避けときますか。で歩垂れて桂飛んで歩桂みたいな、感じでいきたいか。これでいいんじゃない。そうね、これ玉8八まで入りたいけどな、そんな余裕はないかな。どうなんでしょうね。まあ、右玉薄いんで、あの相手の、そうね、6三の銀と5二の金、この辺りとなんかこうね、交換していってガチャガチャってすれば、まあ、相手薄いから寄せられる可能性はある。うん、桂馬いっぺん跳ねるってどうするん？これ桂馬交換になったら5五桂馬の筋がありますね。で、そうね、こっちから5五桂馬打ちたい。で今飛車に当たっとるから、さすがにこれで3五に回ってくることはないと思うんやけど、3五に回ってきたら歩打てばいいよね。でとりあえず5五桂があるってことは忘れずに、4五桂は角よけといて大丈夫か。4五桂、8五桂、3七、それマジ3六歩だろ、3六歩で下がってくるやろうね。これ3六歩桂馬打って下がらざるを得なくするっていう手もあるし、なんなら桂頭攻めある気がするしね。まあこっちはこっちで、なんか見えてしまった今。3四飛車、4六桂、3三飛車に対して1五角出たらどうするの？
桂馬で反撃する筋ってありますか。相手飛車取られたら相手陣スカスカやと思うんやけど、香車取られ方だよ。で逆にこっち角取られてどっか打ち込みの隙ってありますか。まあ5五桂とかやっぱ狙っていくのがいいのかな。どうなんでしょう。まあでも角の方が働いてそうな気がするしな。難しいね。それは一遍打ちますよ。歩打ちには歩成りが先に入って、って感じ。同玉の形になったら角の筋に入ってくるっていうのも頭に入れておきたいところ。それは？
まあ一度取っときますか。で、桂馬跳ねてから態度聞くか。跳ねられなくなる筋はあるのか。跳ねる必要性ある？今んとこないよね。相手から撃たれた時に、叩いとく必要性はないな。まあ銀取っときますか。でこれで相手の玉が裸に、まあ銀、そうね、俺ここに打ちたいんよね次。ここに打ちたいから。ここに歩打つ手に関してはこうするもんかね。でここに出といって、まあ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 、角は足りないんやけど、まず避ける必要性があるのかどうか。まあ避けて次歩打ちになってもいいしね。角上がるか。角上がっちゃう。角が出てきて大丈夫そうやけど、どうなんでしょう。まあ角上がりますか。大丈夫なんかなこれ。まあ銀取るよね。でこうするよね。ここまでは必然やと思わないけど、これ桂ピョンからなんか危なそうやけど、相手大丈夫なんかな。この角が邪魔くせえな。なるほど。どうしようかな。桂跳ねからちょっと態度だけ聞いてみる。この角の利きがなくなればなんとかここに出れるみたいな筋があるんだけど、ちょっとジャンプしてみよっか。で、
金が欲しいな。これ下がった時に銀ぶち込んでくんかな。下がる必要ある？ここに桂打ちがなんか強さそう。角と桂、角と飛車交換しませんかっていうのが言い手なような気もしてきた。で、次桂ピョンがまた角当たりになっとるしね。で、角取られたら、いっぺん5四銀とか利かしておいてから、あー、なるほどね。銀利かしておいてからの方がなんか得っぽいよね。なんかそんな気がするんだよね。いっぺん、銀利かせて、なんか5筋方面、ね、逃げにくいよ、みたいな。これ利かせておくんがいいんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。で、ケピョンってしといて。ピョンは後でいっか？いや、今がいっか。5三歩とか打たれて、同角ならね、当たらなくなるもんね。ということで、これはどうしよっかな。ここら辺に角打たれる筋とかはないから大丈夫そうやろ。まあ、やっぱ割り打ちの銀とかが早いのかな。これより一手60秒の秒読みに入ります。で、3なら桂成は全然緩いし、こちらの攻めは銀銀桂桂飛車で歩が利くから攻めはつながるはず。5二銀なる同玉に歩って避けたら、5一、いやダメか、5一じゃダメか、2一からでいくか。これはどうするべきだ。飛車打っときますか。飛車ここに打ったら歩打ってくるんか。30秒。で、歩打ちに対してどうするの。ここに7三地点に振ったら、受けるなら角とか無理やり打ってくるんかな。でもう一回歩叩けばいいよね。歩の狩りは効くもんね。30秒。
金とか、これ詰めろですね。これ、あの飛車成るがあるんで。ありがとうございました。観察にやっていきます。はい、観察にやっていきます。今回は、商談オリジナル VS、右翼の戦いになりました。で、5筋の歩を、で気になったのがここに歩打たれた時にどこに角が引くかなよね。まあここかなと思ったんやけど、6八が一番おとなしい。いや2六こっちか。はあ、歩打って同歩。でこうやったら、まあ、こうと銀が死んだよねと。ああだいぶ良くなったね。800点ぐらいか。でもし同桂でも、まあこれは同桂でこれ取り返してきたら、まあ歩打って、歩打った時に、これは900点ぐらい、まあ、先手がいいよと言ってますと。なるほどね。まあ、なので2六角、2歩手に入ったら2六角、これはまあ考えとけばいいかなっていうことね。なるほど。で今回は、飛車浮いてきたよと。で角が例えばこういうところ行った時になんか5五歩が気になったんよね。あでもこれは7七桂があるんか。そうかそうか、7七桂があって、まあ取ったら、いや取り返しますよと。これで銀桂交換になるし、スカスカやし、まあ1000点ぐらい先手はいいよということか。なるほど。ということで、まあ角はそんなに無理して、この辺ね、おらんでもいいんじゃないっていう、主張やね。で、これは角当たりになっとるから、6八角とすればよかったんやけど、で、ここで、相手が、桂と、ね、桂跳ねてきたんか。で、ここに対して7五歩。なるほど。この桂頭の、桂頭をね、攻めつつ、飛車の横利きを止めるっていう。同飛車なら、まあ、戻りにくいし、ね。何かしらのこうタイミングでこうこっちで金銀とか手に入ったらこの辺打っとけば飛車詰むし。なるほど。でこれに対しては7五歩。
で、ここで4五桂と取り返しておいて、で、4五歩に対して、避けるんや、こうやって。あ、ちゃ、待って。4五銀が出とるやん。4五銀か。で、こう突き越してきたら4四歩。あ、4四歩には一遍下がろうかってなるわな。俺、これ気になるんやけど。あー、うまい！このタイミングでか。銀を加減しつつ、両取りかけてますよと。はあ、なるほどね。いやー、うまい手があるもんですな。で、本筋に戻って、これは、取らせたんやね、俺が。飛車下がってくださいと。俺は飛車下がってほしかったから、桂飛んだら、交換してきたよと。あ、で、これもう、そっかー、例えば、こうやって取ってきたら、こうやって取って、ちょ、そうかそうか、飛んだから、こっち、行って、こういった手が先に当たるのね。で、もし取り返すなら、まあ、こっち先戻し、手戻しといて、うん、まあ、飛車桂交換になるから全然いいじゃんっていう。話なので、まあこれは取ってくるしかないんでしょうけど、これはまあ7三桂になるから、まあ同玉で飛車が暴れる形になるよね。8一飛車、なぜ8一、ここ、いやー、こっち側さ、なんかあの飛車打たれたら王手なんですけど、どう解釈すれば、上がっといて問題ないと。これ角がよく見たら効いとんやね。はあ、ちょっとさ、その8一飛車の意味を教えてほしいな。これ6二玉って下がっとるけど、仮に行ってパスしたら何が起こるの？7一飛車なる。まあ、合駒とかね、やってられんよね。移動合い。まあ、してくるのが本命でしょう。で、8四桂。あー。避けれませんよね、取れませんよねっていうことか。まあ、なので応援送ってくるんだけどという感じか。なるほど。で、まあ歩で6五歩、こっから、まあ、1400点のところを、ここまでで、2000点ぐらい稼いだってことか、これで。相手の玉の周りの銀桂を排除しつつ、こちらとしては、あ、桂と銀、あ、銀の丸得になったんか、ここで。そうか、そうか。この局面、今、うちの手持ちには、桂馬だけだけど、こっからの一連の流れで、銀が増えましたよと。
いうことなんですね。でここで迷ったのが、これここで桂馬とかどうやったのかなっていうふうに思ったんやけど、そうなんよね。これもいい、まあ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 、でこうやってこうやって、まあ同銀とかなのかな。でこうなったら銀と桂の交換で次がないなと思ったんよね。あーでもあれか、これさ、例えばこんな感じの手でどうなん、こうやってこうやってこうやったら、あーそっか、一応端に逃げれるんか。でこうやって詰めたら、3三桂ん、4三歩ん、うんうんうん、あ、銀どいてくれと。そうね。銀取って、銀打って、下がらせて銀取って。なんかこっちよりも、こう玉取りした方がやっぱりいい気がするんよね。音符だってこうなったじゃん、手番的に。これは相手怖いよね。で、相手から打ってきたけど、これは、まあ2六角でよかったのか。で、7二玉。まあ、下がるのが安全だよと。これはまあ銀交換しますわな。で、5五角、5四歩。で、6五桂。まあ一遍跳ねたけど、となったら、あー、まあ一遍こっちに寄る手があるのか。あ、なるほど、やから26の方がいいよと言ってるわけか。そっかそっか、俺こう下がる手ばっかり考えとったわ。これは角が出れるから、まあこっちいいよねっていう話で。そうね、端に逃げれるからな。そうか、それだったら26系の方がいいね。なるほど。で、本筋戻って、これは角交換になったから、いや、角が取られちゃうってことになったから、空間、できた空間に一遍銀放り込んどいて、で、下がって、桂跳ねて、うん。で、角逃げて、あ、こっから積んどる？いやー、23手積みはやりたくないよ。これはなんだって話で。で、まあ、一旦ね。一旦。で、こっから、飛車打って、あ、こっからも詰め将棋がある。まあ、詰め将棋というか多分必死なんやろね。7三歩打ち。うんうんうん。なるほどね。いや、まあ、手数長いのはちょっとやってられないんで。まあこのね着室に寄せていいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は、初段オリジナル対、右玉の戦いでした。ぜひね、チャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。ということで皆さんお疲れ様でした。お会いそう。